で、焼いてる間に、あれですよ。何書く？何書くか。これ、シシロンペイントするとこないな、全然。これ、服濡れんの？なんか、ねねちゃん書かれてるよね。これね、秋先輩に書かれた。ねねイズワイフ。俺を男にしてくれてありがとうって言われたよ。なんだ、もうデジタルタトゥーみたいになってんじゃん。いいっしょ。シシロン書けないね。服の上からだと書けない。あ、そうなの？脱がないとダメ？脱げ。全然焼けない。え、ちょっと待って、じゃあ上脱ぐからさ、ちょっとなんか書いてよ。あ、いいよ。脱げよ。え、脱いだら書いて。やめ、脱いだら書いてんじゃん。やめてよ、隠しとこう。ね、ねえ、ねえ、なんでこんなでっかい字書いたの？ね、全然服の上で書けんなーと思って。ね、ねしかないじゃん。もうちょっとなんかさぁ、もうちょっと刻み方あると思うんだよね。もうちょっとさぁ。いいよ、かっこいいよ、シシロン。これちょっと、もうちょっと後で、なんか、前目もう一気、ちょっとペンキ取りに行かないとね。ちょ、これさぁ。ちょっと、あれだね、服脱ぐとなんだろう、急にその、サバイバル感出てるな。でしょ、サバイバル感出てる。靴と手袋だけやめてもらっていいかな。あ、ちゃんと着とくわな。いや、上はいいよ、上は。お肉取れた？4つ取れた。あ、じゃあこれ焼いてる間にちょっとペイントのあれしようぜ。あ、あった。